ゴジラの最新映画、ゴジラ1.0-1監督、佐きたか11月3日公開の完成報告会見が4日、都内でこう、出た。これまで出演者は明かされていなかが、主演が上木隆之介、30、ヒロインは浜辺南、波、23と、表になり、二人が登壇した。来年のゴジラ誕生70周を記念し、 日本の実写映画としては7年ぶり30本節目となる作品。ゴジラが抽選直後で全てを、他日本をさらなる恐怖と絶望に陥れる。神と浜辺は NHK 連続テレビ小説「ら漫で夫婦役共演中。新木はこの組み合わせ見たことある言う方もいらっしゃると思いますが、撮影はジラが先ですと笑顔。 機関兵の敷島光一とい、役所で、日本を代表する、誰もが知っていい、ゴジラに携わることができる嬉しさがあった反面、何を表現し、どこまで背負っていける、かすごく、プレッシャーもあったと素直な心情。明かした。その上で、どのくらいの大きさ、恐怖、のかを想像しながら演じましたと振り返。敷島と行動を共にする、大石の子役の浜辺は、 ているものをすべてかけると覚悟を決めて、自ましたと語った。二人ともすでに完成した映画、鑑賞。新木は、目の前のゴジラは恐ろしかった、ていて、息を潜めるほど緊張した、浜辺も、体感、いうことがよくわかるくらい、迫りくる感覚、心拍数が上がりましたと、満足げに話した。山、監督は念願のゴジラ映画を手掛け、夢がかなったと、感慨深げ。 今までで一番まずい状況でうつつ、ルゴジラに、人々がどう抗うか。監督として、他、知見、技術を惜しみなく継ぎ込んだ集大成、ガールと自信のほどを伺わせた。主要機スとは、発表になったが、物語の詳細は未だ、ルに包まれている。全員初ゴジラ会見では、かに、山田祐三十二、青木高四十三、吉岡秀隆、十三。 安藤桜、37、木倉之五55の出演も発表された。全員がゴジラが2発参加。最新の予告編にも登場し、それぞれの場面写真も公開されたが、ストーリー同様、どころは伏せられたまま、ゴジラといかに対、対峙するか注目される。また、12月1日に全米センス、リーン以上で公開されることも決まっていい。